はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト9続きやっていきたいと思います。前回ですね、2つほど進展ありました。まずね、一番最後の、前回の最後のパートですけど、最強の盾できましたね。ウロボロスの盾。魔法を防ぐ、結界を作り出す究極の盾。これ最強装備です。これがね、前回、パート151かな。で、初めてできましたね。この一歩前は持ってたんですけど、成功率 20% で、まあ、できてもおかしくはないですけど、まあ、まさかできるとは思いませんでしたね。だそれを作るね、パートとかやろうかなと思いましたけど、その手間が省けたっていうね。あと、ミルドラースの地図なんですけど、今、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。まあ、10個あるので、あ、これとかわかりやすいっすね。とりあえずね、いい場所ないんですよ。行こうかなと思ったんですけど。これはエルシオンの左側かな。まあ、カルバドから行った方が近いかな。場所的に十分わかりますけど。まあ自分がね、地図ここだからって言って絶対ここにあるってわけじゃないんで、本当にランダムなんで。ここですね。ああ、やっぱエルシオンからのが近いかな。あ、いろいろ回ってるとやっぱ見ただけでわかりますよ。ここら辺だと思うけど。あったとか。はい、ミルドラースです。ドラゴンクエスト5をね、まあ自分クリアしてるんで、ミルドラースはね、まあ言ってもいいので、ただ今6やってるんで、あんま6のボスね、やりたくないかなっていうのが正直なところですね。はい、ということで、氷弱点ではあるんですけど、本来のシリーズでは。なんですけど、このミルドラースね、またね、そのシリーズによってちょっと違うんで、まあ、その時、その体制が、なんだろう、それがなかったとかね、そういうのもあるでしょうけど、そんなことないんだけどな。弱点はね、ストームフォース使えばいいんですよね。しかし、不幸なことだ。生地、強いばかりの私の本当の恐ろしさを見ることになるとは。これはね、まあ、これ変身した姿なんですけど、まあ、第二形態って言えばいいかな。なった時のセリフですね。泣くがいい、叫ぶがいい。その苦しむ姿が、私への何よりの捧げ物なのだ。勇者などというたわけた血筋を私が今ここで断ち切ってやろう。はい。ということで、ミルドラースなんですけど、これね、今まで竜王を倒してデスピサロの地図落として、で、デスピサロを倒して、このミルドラースの地図を落としましたよね。確かこれストームだよね。アイスじゃないと思うんですよね。まあ、7000ぐらい通ればいいんですけど。そしてこの次またなんか地図落とすんかなーって話なんですけど、ここからはね、ちょっと落とさないんですね。尻尾で攻撃する。の代わり、いつもだったらレベル16以降に地図を落とすんで、そこでやめてましたよね、動画ね。なんですけど、今回心置きなくいけるので、まあちょっとは高レベル帯まで上げようかなとは思ってるんですけどね。いいか、これで。レベル1ですからね。落とすものがね、これ16まで変わんないかな。弱点がね、氷だったら、これで600超えるはずなんですよ。ね、あんま食らわないですよ。お、ちょっと先動いたから4000でしたけど、応援はまれば7000いきました。まあ、1なんでね、そんなに。もうこんなん使ってる間に倒せますんで。でマヒアデドスで今400でしたね。メラガイア使ったらどうなのかとかね。お、暴走になる。デスピサロのマヒアドとかよりは全然強いですね。まあ暴走でしたけど。これ何耐性だったっけな、なんか耐性だったような気がするけど、そこまで覚えてないですけどね。まあ、5実況した時もめんどくさかったから、氷属性別に使わなくて倒せましたけど、99でね、ボコボコにしましたけどね。で、その調子でここまで来て、まあ、このレベル帯だったら、レベル1とか2とかだったら、そんなに考えなくていいんですけどね、高レベル帯になってきて、これ確か何聞いたんだっけなとかね、考えてるうちね、フォースとか自分試してて、氷じゃなかったなみたいなね。でも何かしら装備、ドラクエ5の装備落とすんじゃないかな、これは。
この次に今のところ持ってる地図の中で強いのが、今下にありますけど、ゾーマのレベル43の地図なんで。43といえどね、他の魔王より強いですけどね、ゾーマはね。ゾーマちょっと強いかな。これより強いんじゃないかな。もう繰り返しなんで、またあとオーブを拾ったりとかでね、オーブ拾ってまた最強装備ね。まあ今回、前回ね、ウロボロスの盾、できたんで、またなんかできればいいかなーって。そう、見破ってないね。そう、忘れてたわ。見破って、まあ説明読みましょうか。せっかくなんで。新しい魔法になるとね、結構時間空いたりするんで忘れちゃいます。見破るってやると、モンスターね、図鑑で見たときに2ページ目の説明が追加されますんで。じゃあここはもう開いたから見破るでいいかな。見破る。説明読みましょうか。多分ね、4とか、レベル4とかでなんか覚えるんじゃないかな。最初は結構ちょこちょこ覚えていくと思いますんで。だから10、レベル10間隔ぐらいでね、まあ、収録したらちょうどいいんじゃないか。まあ2ターンでいけますかね。全然もうこんなとこ。ただミルドラースって名前でミルドラースの形してるだけですかね。はい、ミルドラース。ブルオーブ落としますね。魔法艦隊やルカナンなど敵を不利にしてから強烈なイオナズンでとどめを刺そうとすると。で、見破れたことにより魔界から命令を送るだけで思うがままに世界を操ることができた恐るべき知識の持ち主。まあそうですね、ドラクエ5やってた時ね、ミルドラースの存在はね、まあラスボスではありますけど、そんなにね、大きなものではなかったかなと。もっとね、厄介なのいましたからね。まあ500通りますんでね、目長いやんでね。デスピサの場合は、まあマイハデドスの方が効きますんでね。100点なんで、600いくんで。本来そんなダメージ出ないですけど、400くらいかな。300後半から400くらいだと思うんですけど、普通だったら。あ、魔法カンタ覚えた。まあ、魔法カンタ覚えましたんで、まあ、呪文はね、使われる前に使っといた方がいいかなーっていう。ということは、魔法カンタ、他の魔王でね、使わないですよね。ってことは、順番変えればいいだけなんですよ。で、先に、桃子さんが動けるので、だからここで、いつもだとバイキルト使ってね、ボッコさんあげて、次もうね、呪文連打してますけど、ここでね、呪文使っちゃいます。そしてね、次のターンで絶対ボッコさんより先にモモコさん動くんで、そこでバイキルトかけちゃえばいいので、とりあえず呪文1回通せますね、これでね。魔法カンタはこの後使った後でもう呪文使っちゃってますんで、使われたらね、サポートもあればいいし、あとまあ凍てつく波動って手もあるしね。凍てつく波動使ってそのターンに使ってこないようであれば、その次のターンでね、まあ呪文使いますんでね、こういう感じで先に打っといたことにより目長いよ、通せますんでね。で、今のが、もしね、逆にバイキルト使ってメラガイアだったら通らないんで、先に与えといて正解ってことですね。これで、もう関係ないんで、応援の無心でくれば、ちゃんとバイキルトがかかったダメージが通りますんでね。まあ、ここら辺はもう、ね、普通にやってれば わかるような感じなんで、ね。魔法艦隊意味ない魔王、メルトラース。4だから、まあ8とか9とか10とか、まあそんぐらいでもう一回覚えるか、だいたい1桁で2つぐらい覚えますからね。リストか。グランバニアリスト。多分、これどこまで落とすかな。あ、これだ。グランバニア王家、伝統のリストバンド。ああ、まあ、7しか変わんないんだよ、ね、ロトのことよりね。もう何気に意外や意外だけど。じゃあ、ちょっと強いんかな。ああ、マタドールグラブ結構強かったんだけどね。
守備力高いですね。器用さが100ぐらい下がる。まあ、ゲンマのコテぐらいですね、でも大体ね。まあそうだね。まあ、守備力は高いですね。試しに、まあ、ストームフォース使いましたけど、アイスも効くんじゃないのかってね、なりますよね。今、ある程度ダメージ見ましたけど、多分だいぶ変わると思うんですよね。貯めるの。だいたいあの5、20、貯める20で4000いくつかだったんで、まあ、これでね、バイキルトかけた状態で、50だったらまあ7000くらいいけば、弱点ついてたらそんぐらいいくんですけど、本来だったらね、アイスかけてればね、まあ、普通に通ったんですよ、ね。まあ、アイスかけたらどんなもんなのか。まあ、まだ弱いミルドラースなんで、いろいろ試せますけど。まあ、食らないことはないんですけどね。だからあのメラガイアで500いって、マヘレドスで400いくつかだったので、弱点だったらね、600いってたんでね、まあ、その時点でね、わかるんですけど、50。本来だったらもうこれで終わるんですけど、6000、あ、5000かね。だから、テンション20よりね、テンション20にちょっとね、毛が生えたような感じのダメージしか出ないっていうね。だから弱点がストームホースってこれでわかりますよね。まあ、わかるっていうかね、いろんなの試してみると、あ、これ耐性あるなとかね、分かってきますんで、メラ耐性はないですよね。ただ弱点ではないので、それだったらこのストームフォースの方がいいんですよね、逆にね。今、まあ、5000も食らしてるんで、まあ、ストームフォースに書き換えて、まあ、このメラガイアも通りましたし、応援からの、まあ、ストーム無心攻撃でもう行くんじゃないかな、このぐらいのレベルだったら。もう明らかにわかりますよね。だから、やっぱ本当にシリーズによってね、違うんでね。ただ決して効かないってわけじゃないので、まあもっと実はこっちの方が効いたみたいなね、感じで、まあ見た方がいいんじゃないかな。まあそういう感じに捉えた方がわかりやすいかなっていうね。で、ここまで来て、あのモンスターがね、あと1種類なんですよ。あと、倒してないっていうか見つけてないのが。なんですけど、そこはまだ行かないです。と言いますのが、今、ドラゴンクエスト6やってますので、そのモンスターあんまり配信したくないかなって。だから9はね、本当に、じっくりやってますんで、まあ、その後にでもまたそこ行こうかなとか思うんですけど。だその前にでも配信しちゃいそうだな。順番的に。装備品とかいろいろね、整えても、なんだかんだ、9は、すぐね、まあ何日かかかったとしても、そんな1週間とか2週間とかね、空いたりしないんで、うん、こっちの方が早いような気する。ただ次のね、モンスターズも考えてますので、それまでにね、やっぱキャラバンハートクリアしたいんでね。お!ブベラ!おー。通行見れましたね。魔法カンタ使わなかったね、今ね。ってことは、ここで、まあ、バイキルト。さっきバイキルトでもいいけど。ただ、魔法カンタ使われたら、応援の無心でやるしかないんで。まあ、でもいいか、応援無心でどっちみちいけるから。魔法カンタ使われた時はね、先にね、自分打っといた方がいいかもしれないけどね。そこまで考えることないね。だからどっちみちこのぐらい行くから、高レベル帯になれば、その、一回のね、メラガイアとか、すごい大きいかもしれないけど、今だって6だもん。覚えるかな?なんか。ああ、まだリストだね。ああ、もう。2ターンでいけますね、これね。しかも相手より早いから、相手の行動の時に魔法カンタが入ってなければいけるってことですもんね。
メラガイアがハマったおかげで。覚えかな？なるほど。ここで5つカードなんだ。じゃあ、こっからは1ターン目の凍てつ波動が、お、多いね。1ターン目の凍てつ波動がちょっと厄介かな。凍てつ波動と魔法カンターとか使われたらね、ちょっと面倒ですね。ミルドラースですけど、一応ブルーオーブ落としますよね。で、ブルーオーブもそうなんですけど、あとブルーオーブ落とすのがオルゴデミーラなんで、オルゴデミーラはね、まあ、地図1枚しかないですけど、ミルドラースの地図前回10枚手に入れたんで、まあ、これでね、このぐらいのミルドラースを倒せたらね、まあ、5% ですけど、まあ、オーブは、まあ、量産できます。ただめんどくさいだけでやって。経験値をね、もらうってやればいいんですけどね。まあ、99なんでもらってもあんま意味ないんですけどね。ただ、あげるときは、自分本当にメタルキングであげてますんで。まあ、あんま経験値はね、ここでは手に入れようとは思ってないですね。もうここまで来たらもう99とかなってるんで。このドラクエ5ね、実況やってたときもそうですけど、あと今、10か。実況やった時もそうですけどね。モンスターね、このゲームね、仲間入れるのすごい大変でしたよね。配信やり終わってね、今は振り返って思うんですけど。まだ覚えないか。ただね、結構ゲームは、もうなんだろう、やっぱね、まあ仕事終わったりとかしたらね、やっぱりやる時間とかはありますけど、全然。今はね、忙しくない時は本当に全然できる時間とか、やっぱ自分もありますので。まあ帰ってきてからね、寝るまで、まあご飯食べて風呂入ってね、ずっとやってたりゲームやったりするんですけど、この9だけはね、本当に、なんだろう、その9やってしまったら、その日は9だけしか取れませんので、5もね、モンスター仲間入れてる時そうだったんですよ。だから家で、例えばね、収録してまして、このね、なんて言えばいいんだろうな、収録してる時に、まあモンスターね、仲間入ればいいかなと思ってね。まあだいたい4時間5時間、ずーっとね、もう DS 持ってね、やってるんですけど、まあ、256分の1のモンスターなんか全然仲間に入らなくてね、結局は、まあ DS のいいところといえば持ち歩きできますので、外に持って行ってね、まあ仕事の休憩中だったりご飯食べながらね、ちょっとね、食べ終わってゆっくりしてる時に、30分仲間入れ作業やったりとかね、そういう時にポロンって入ったりするんで、もう本当にね、なかなか通れる機会っていうのがね、難しかったかなっていうのは今思えばそうなんですけど、かといってハグレメタル2回で入ったりとかね、すごい奇跡が起こったんですよ、実況やってた時、ハグレメタルは。それ以外の256分の1は本当にきつかったですね、正直。何回倒したかな。メタルスライムも結局は図鑑999匹になるまで仲間入んなかったし、その間にね、はぐれメタル2匹目入りましたよ、カズボウさんとかね、いうお声いただいたりしてね。あ、今煉獄会員覚えたね。12か。次また何かで覚えんね。あ、灼熱だったね。もうそうだね。でもあれって確か1000、ん ?1028 分の?あ、違うな。512、1000、ん256、512、1020、1024か。1024分の1の確率だったと思うんですよね。2匹目入る確率って。ただ1匹目逃がして、まあ、2匹目入れたら256分の1に戻んだだけな。なんかそんなあったような気するけどね。ただ名前変えたければ、まあそうしたりとか、4匹目入れたかったらそうしたりとかのが、ね、まあ、いいんかなと思いますけど。そこまではさすがにやり込まなかったですね。やり込める。まあ時間かければいけるんでしょうけど、そこまで時間かけるんだったらやっぱ違うゲームやりたいかなっていうのはやっぱ正直ありましたんで、もうあそこまでやり込めばいいでしょう的な。ということで次何ぐらいだろう ?10、ん?今12で落としたね。16とか20とか。そんぐらいでまた、あ、落とすじゃないや。覚えたね。16とか20とかでまたなんか覚えるかな。煉獄会員以外。呪文系とか、またなんか補助系とかなんか覚えそうですけどね。どっちみちこれ終わったらまたね、魔法使いが MP なくなってきましたんで。
まあ、回復して、ここ攻撃でいいや。まだグランバニアリストなんで16ぐらいかな、16か20超えたぐらいかわかんないですけど、そこら辺からまたお父さんも変わってくると思いますんで。もうこれ地図じゃないんでね、落とすもの。装備品なんで、お、いくつかで使ってきた。ってことは装備品はね、ちょこちょこ、まあレベル上がるにつれ、落とすもの変わってくると思いますんで。まだ弱いっすね、全然弱い。リストだもんね。まだね、この低レベル帯ですごい弱く感じますよね、ミルドラースだけど。まあレベル上がってくればね、だんだんね、まあ強いようにはなってきますけど、信じられないことに、これドラクエ9だからなんですけどね。こう今ドラクエ5に出てくるミルドラースの、ミルドラースより強いですからね、これね。ただドラクエ9でやってるからすごい弱く見えますけど、これ主人公たちのダメージね、ドラクエ5だったら出てね、最高で見たの、どんくらいかな ?700 くらいは見たことあるけど。そんな何千とかいかないですかね、当時のドラクエは。だ当時のドラクエの強さなりにミルドラースも強かったですからね。あ、先バイキルト使うとね、こうやって、こうなった時厄介なんですよ。次、モモコさんが呪文使えないので、もしね、メラガイア撃っとけばね、この応援貯めるからの、今この無心攻撃ありますけど、これで行ってた可能性あるんで、そうなってくるとめんどくさいんでね。やっぱこの凍結稼働作業あるので、もうやっぱりどうなんだろうね。まあ次の無心攻撃でいけるとはいえ、呪文が通らないから、桃子さん何もできないんですよ。ってことは先にメラガイア打っといて、このターンでね。まあ、なんでしょうね。まあ、バイキルト使ってもいいんだけど。まあ、いてつかどう、桃子さんでもいいんだけどね。もうただめんどいから今やってましたけどね。お、応援より先動いたね。かといって、次の応援ハマりますんで。で、それだったらメラガイア打っとけばね、ギリギリ残っていてね、次のまたメラガイア2発目でいけたんかなとかね。やっぱやってると、やってるからこそだんだん分かってくるっていうね。なんでやり込んでればやり込んでるほどやっぱね、ゲームって分かってきますんで、だから自分よりやり込んでる方なんか全然いますんでね。まあその方からしたらね、やっぱ、ね、この方がやっぱ効率いいとかあるでしょうけど、やっぱり人ってね、言われるとね、あ、そうなんだ、ぐらいの感じでね。まあ聞いてはいるんですけどね、自分でやったことじゃないんでね、結局は自分でやった時にね、半分忘れてたりとかね、覚えてても、あんまピンと来てなかったりするんで、やっぱり自分でね、RPG はやってみた方が分かりやすいっていうのがやっぱ自分の中で、まあ実況ずっとやっててね、毎日ゲームやってて思うことなんですけど、まあやっぱそれが楽しいことかなと。やっぱゲームってね、やっぱ楽しむためにやるもんなんで、まあそういうことかなって思いますよね、最終的に思うのが。だからプレイヤーの数だけやっぱね、まあ、中身は一緒かもしれないですけど、プレイヤーの数だけやり方ありますしね。プレイヤーの数だけ面白さあるので、まあ自分でね、プレイする映画ですよ、みたいな感じだと思うんですよね。まさにその通りだと思いますけど。やっぱ決められた行動でやるとね、やっぱ誰でもいけちゃいますんで、まあね、動画見てくださる方はすごい嬉しいですけどね。まあ、参考にしてくださる方もね、すごい嬉しいですけどね。あ、瞑想覚えた。まあ、参考までに、みたいなんで。16で覚えたね。次20、やっぱね、最初のうちは結構覚えるから、まあ、20とか、22とか24とかね。
そのぐらい目安かな。たまに23とかもあるかもしれないけど。お、ハテナになって落とすもの、まあ、パーセンテージ変わってもハテナになるからね。まだリストかもしれない、もしかしたら。グランバニアリスト。まあね、よくね、聞くのが、あ、まだか。ミルドラスね。ドラケ5のミルドラスよりは、ね、先ほど言った通り、強いですよね、ってね、話なんですけど、確かに強いんですけどね。ドラケ9の主人公とか、オブレた。もっと強いですからね。まあ、相手も強くなれば、こっちもね、それなりに、また強くなっていくとね。まあ、この後のゲームもね、まあ、そんな感じになっていってると思うんですけど。でも、この9から数えて、10と11しか出てないからね。まあ、その間にまた違うゲームも出てましたけど。ダメージね、桁が1個違いますからね、本当にね。もうこの時点からもう、ドラケどこら辺かな。マダンテが出たあたりから、ね。だんだんダメージがちょっとすごいことになってきてましたけど。まあ、マダンテでしか出せなかったダメージがね、普通にね、出るようになってきましたんでね。でもあれはあれで使えますからね。使いどころを間違えなければとんでもない強い呪文になると。下手したらもう、痛恨の一撃とか食らえば、もう、ヒオナズン暴走からの痛恨の一撃で下手したら落ちっかなーみたいなね、桃子さんあたり食らったら多分落ちますよね、もうね。まあ、よほど、ないですけど、そこまでは。20で覚えんのかな ?16 くらいで覚えましたよね。だから4刻みでは今のところ相手なんか瞑想とかいろいろ覚えてましたけど。21とか26とか、そんぐらいでまた落とすもん変わんのかな。この後に今、ボッコさん食らいましたけど、この後に通行の一撃ボッコさん食らったら落ちますから、ね。ただ、メラガイアで行くんじゃないかね。まあ、魔法カンタ使ってないから打ちますけど。あ、さすがにちょっと上がってきたな。まだでも全然。全然もう本当になんか苦戦してるって感じしないんで。まあ、本当にね。50以上かな、せめて。この次20になるんで、なんか覚えたりするかな。あ、覚えないね。まだか、22とか20。おいいね、グローブ。あ、20、え、20から変わったかな。どっから変わったかちょっと忘れました。グランターバンになった。ドラクエ5の主人公のね、装備してるターバンかな、これは。今、リストでしたもんね、今までね。ってことは、40いくつからから、また変わんのかな。まあ、ドラケ5の、これですね。このコスプレができますんで。だけど、ロトの装備の方が、いいので。ラダトムか、これ。ね。ロト装備かっこいいっすよね。ただ、こっちの方が強いんですけど、格好悪いんですよ、なんかね。このままだと。金にしたら下と合うんで、なんか頭だけちょっと浮いてんですよね、これね。だからこっちに、まあ2少ないと言えばこっちにしてますけど。で、このボッコさんね、装備するとまたこれも微妙なんで。ね。だから天使の輪っかにしてますけどね。まあ、守備力変わりますけど。まあ、見た目、ちょっとね、気にしてますんで。20、次2かな ?22 とか4とか、そうなんだよね。落とすかな、煉獄会員とか、普通のミルドラ使わないですかね、こんなんね。自分の魔法を通すためのイクスカードだけど、もうボコさん倒したんじゃないかな。あ、先動いた。倒せねえわ、これは。まあね、次の、まあ、もう一段階強くなるんで、41からまた3回行動するのかな、まあ、そんぐらいまでの、ね、その時にまたミルドラースやりますけど、41からね、まあ、スタートっていうのは、
自分配信としてやらないと思うんですよね。30いくつかぐらいまでね、とりあえず上げといて、まあそれをね、一回戦ってみてね。で、41になった時、どんぐらい変貌するのかとかね。その方がわかりやすいんだよね。前の、その前にやったミルドラスのパート探すのってやっぱね、まあ視聴者さん、まあ見てくださる方からしたらね、探すの大変だと思うんですよね。だからまあ一個のパートでなるべく比較できるかなとはやってるんですけどね。なかなかね、難しいですよね、そこもね。やってる側としては。それか、前にやった時のね、パート見つけてきてね、まあ動画は、まあ、全部、今まで全部撮ってきた動画は保存してありますんで、まあそこをね、そこの部分持ってきたりとかやってますけど、そういう作業もありますからね。MP なくなっちゃったな。まあいいや。攻撃でもう倒せるわ。一回回復か。まあいい切りのいいとこかもね。次ぐらいにね、まあいくつで覚えか忘れましたけど、ダメージ与えられない。20、今2か。覚えなかったら3とか、もうそろそろなんか次の覚えると思うんだけど。20で覚えなかったもんね。4刻みで覚えてたけど。あ、覚えない。ってことは次20、まあ、3とか4とかで覚えんのかなーってなってきますけどね。まあ、いや、一回回復していきましょう。だんだんミルドラスっぽくなってきましたね。もう23で覚えなかったんで。あ、これで覚えるかな。さあ、どうだ。あ、覚えないか。24でも覚えないね。最初16だったよね。16から覚えてないから。もうそろそろなんか違うの、でもいいけどね。ただグリーンオーブじゃねえ、なんだっけこれ。そう、ブルーオーブだ。ブルーオーブね、結構ね、落としてんですよ、ちょこちょこ。だからとりあえず、まあ、リサイクルストーン使って戻すとして、まあ、装備品ね、最強装備、なんかしら錬金できんじゃないかなと。で、またミルドラースやった時にいっぱい貯めて、まあ、本当のね、真の意味で最強装備、まあ、ブルーオーブバージョン作れればいいかなと。前回ね、まさかまさかのウロボロスの盾ができましたんで、作る気なかったんですけどね。メビウスの盾だったんですよ、ずっと今まで。それで、リサイクルストーンとメビウスの盾ね、錬金して、まあ、リンネの盾に一回戻すんですけどね。で、リンネの盾が、ブラッドナイトね、ブラッドナイトの 2% ドロップなんですよ。最強装備ね。それを、オーブでね、この魔王とか落とすオーブで錬金して、やっとできるアイテムなんですけど、そのさらに一番最後にね、20% の確率でね、できなければまたやり直し、みたいな。で、メビウスの盾がね、失敗したらできるんですけど、そこでね、一回リサイクルストーンとメビウスの盾をね、錬金して、リンネの盾に戻してレシピのとこに乗るので、そうしないとレシピ帳乗らないんですよ、あれね。そしてもう一回作るんですよ、永遠の盾やったら。それ作って、メビウスの盾にしようかなと思った時にウロボロスの盾ができたんですよ。だから、ね、良かったですけど、盾は全員装備できるんでね、あと3枚欲しいですね。3枚っていうのかな？盾って。あと3つ欲しいですね。3人分。みんなメタルキングの盾装備してますけど、あ、まんま変わんないっちゃ変わんないですけどね。覚えないね。あ、ターバン落とした。と、あ、ダメだ。あ、まだ覚えないな。お、いいね、いいね。26、27、28。結構、間空きますね。次ぐらいかな。まあ、もうそろそろ新しいのなんか覚えてもいい頃だけどね。27か。もういい加減、なんか覚えんだろう。今ね、リアル時間がね、夜中なんです。夜中2時くらいになってるんですよね。まあ明日病院だからいいんですけど、別に。休みなんで。あ、まだ覚えないし。まあ、配信したね。配信した日に、まあなんだろう。まあ撮ったとは限らないんでね。この、まあ配信してるってことはね、編集して出してるので、まあ撮った日がね、たまたまその前の日とか、そのね、何日か前かもしれないし。
その日時間があれば、まあ今は今日は無理ですけどね、これ撮った日にはまだ出せませんけど、もう2時だから。まあこういう時じゃないとね、やっぱ撮りだめとか、まあ撮りだめって言えばいいのかな。ドラケ9はちょっと時間がある時ね、次の日休みとか、だから金曜とかね、土曜日休みの時だったら金曜撮りますし、日曜日は大体休みなんでね、自分。だから、結構ね、日曜日、まるっきり暇な時、まあ、丸一日ね、日曜日ね、動画出さない時あるんですけど、あの時って大体、自分、10本ぐらい撮ってますよ。で、月曜日とか火曜日とかね、編集しながら出してるんです。編集して出してるんで、自分。で、編集して、まあ、出してね、まあ、次の編集して出力してる時に、あのね、ご飯食べたりとか してますんで だんだん時間の使い方上手くなってきましたね、実況やってね。だからよくね、こんだけできるなーっていうね、よく言われるんですけどね、ちょっとね、使い方自分で上手いなって思ってるんですよ。だから2本ね、一気に。いや、1本編集して、もう1本編集して、みたいなね。パソコン2台あるんで、まあ、それも大きいですよね。パソコン、デスクトップ2台とノートパソコン1台あるのかな。ノートパソコンではね、ちょっと細かいの、サムネ作ったりとか、たまにやってますけど。何、テスカードいらねえか、これ。まあ、倒れなかった時のために。多分倒せないでしょ。これ多分、もうそろそろ、ね。今日ここまでですね。次覚えたらもうやめるんで。今日の目標はもうここまで、ちょっときりいいところでやっぱやめたいんで、ね、この動画をちょっと作ってしまいたいなっていう。まあ次の日にちょっと編集だろうけど。病院帰ってきてからとか編集しますけどね。いや、病院って言ってもね、ちょっとね、血圧高いんでね。まあその薬もらいに行ったりして、月1とかね。あ、メラガイアになった。あ、ちょうどいいですね。別に命に別状あるってわけでもないんで。まあちょっと病院って大げさな表現ですけど、まあ行ってない人いませんからね。具合悪くなったら行きますし、まあそこまで別に具合悪いわけでもないしね。薬もらうだけだったらいいんですけどね、検診があるんでね、自分ね。よし。じゃあ、ブルーオーブ何個あるんだろう。杖持ってないね。杖は持ってないでしょ。グリーンオーブが6個だろう。どうすかな。シングリーンガムのムチ。これもグリーンオーブを貯めてからだね。前回盾作ったから。また次の機会でいいかな。失敗するかもしんないけど。これちょっとやってみようか。まあ、できないだろうけどね。ウロボロスの盾できたら次なんで、10%か。これもったいないかな。でもまだ扇拾ってないから一回やってみてもいいかもね。で、元に戻しといて、また次できるときやったりね。まあ今回グリーンオーブ関係ないけど。できっかもしんないから。できなかったらできなかったでいいよ。と、はい、できない。まあいいや。まあ一回失敗したら次なんかできるような気はしますからね。勝手に自分で思ってるだけですけど。あー、これもできんな。どうすかな。13個せっかくたまってんだよな。まあいいや。これ一回やってみようか。13個あるから。どれかしらできないかな。10%だもんな。一回できてくれれば嬉しいんだけど、元に戻すけどね。もう一個あったな。弓もできるね。イエローオーブ。あれも貯めてやってみよう。一気に貯めてやった方がいいんだけどね。イエローオーブちょっと貴重かな。と。はい、ダメ。はい、ケルビンの湯。これもちょっと溜まってたんで。ダメだろうな。まあ、気休め程度に。まあ、今回ね、ミルドラースが、まあ、41まで上げてないんでね、まあ、41になった時には、またね、それなりの連携はやろうかなと思うんですけど、できるかな？ 1 個ぐらいできてほしいな。と、何これ？あ、ダメだ。
はい、前回はね、このボッコさん今持ってますけど、このウロボロスの盾できたんで 20% でしたけどね。まあ今回3つやりましたけど 10% だったけど、ウロボロスは20だったんでね。まあこれできただけでも、まあ良かったかな、前回ね。まあ今回ちょっといいのはできませんでしたけど、まあ毎回ね、うまくできたら逆に気持ち悪いですからね。神話の鎧の時みたいに気持ち悪さありますからね。2回連続神話の鎧できたりとかね。でもなんかこの金のやつって結構できない。ズボンはあんまできなかったかな。でね、また拾いに行かなくちゃないので、やっぱり扇かな、欲しいのは。扇あれば、もう進化させる材料は揃ってますので、まあそれで、まあうまくいけば、まあ 2% 装備集めやすくなりますんでね。そしたらもうね、職業とか星にして、地図入って、まあ星の時のレベル99の方が、まあいい地図は出るみたいなんで、まあそれで頑張ってね、いいもの手に入れてね。やろうかなと思いますけど、まあ、だんだん揃ってきましたね。最初なんか全然なかったですもんね。ウロボスの盾とかレア度5がね、レア度5結構溜まってきましたね。装填動画もそうでしょ。ここも欲しいんだけどね。ゴッドアックスもそうだね。何気に1回でできましたかね、これね。これ神話でしょ、絶対の部分でしょ。まあこんぐらいですね。今装備してるものぐらいなんで、あと武器は、まあ、そんなもんかな。ゴッドアックスぐらいかな、できたのは。うん、まあ、今回なんか一個できればいいと思ったけど、まあ、そんなに生優しいもんじゃないので、まあ、何回も何回もボス倒せって言ってんでしょうね。はい、ということで、まあ、まだまだドラクエ9は続きそうです。ということで、まだまだ全然楽しめると思いますので、まあね、まあ、最後までお付き合いできる方は、まあ、最後までね、付き合っていただければ嬉しいかなと思います。ということで、今回こだわりたいと思います。またね、やっていきましょうね。また貯める作業とかやりますので、まあ、パープルオーブとかね、結構溜まってるんでね、また連続でやろうかなと。頭装備とかも金にしたいんでね、それはまたもうちょっと溜まってからやろうかなと思ってるので、そうですね、ドルマゲスとかラプソンとかね、また倒す時のパートでね、やろうと思います。だから終わった時ね、何個なってんだろう、30個以上なると思いますけど、また。だから結構頑張ってますんで、裏で。はい、ということで、今回これで終わりたいと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。